したか。そうですね、やっぱりね、外枠だったんで、ずっとやっぱりいくらか外目走ることになったんですけど、最後もね、わざとね、やっぱ馬場のいいところやなんて直線外に持ってって、ああいうとこやっぱしっかりしてますよね。チャンデムード、勝負がスポーツして、拍手を要求しています。日本の JRAG1、これが4勝目。2018年のダノンファンタジー以来の JRA の G1 勝利ということになりますが、エリザベス女王杯はこれが初制覇ということになりました。高橋さんは本命にされていたジェラルディーナですけれども、はい、今日のレースいかがでしたか。いや、そうですね、ずっと、昨年から、ね、長距離も見続けてきた馬で、間違いなく今日馬は良くなってきているのも目に見えて分かりましたし、馬体重 も本当に、ね、思うようにこう増えてきて、そろそろ覚醒かなというタイミングでこのレースを迎えられたので、いろいろ噛み合ったなというふうに思うんですけれども、でもね、やっぱりちょっと今日大外枠で、ね、安藤さんもおっしゃったようにずっと外だったんですよね。うまくこう、ロスのない位置には収められなかったんですけども、それでもやっぱり最後ね伸び勝ちましたので、相当力をつけてるなというふうに思います。オールカバーでは好意の内で足を貯めて正攻法の競馬で勝ちました。あの時は馬場の内の良さもあったんじゃないかという見方もあります。